こんにちは。こんにちは。どうも。ありがとうございます。こんにちは。おざす。え？なんで俺真ん中？そういうことですよね。まあ僕たちね、もう25歳、年々丸くなってきてます。痩せてた方がかっこいいとか言われるじゃないですか。よく言われます。もう飽きるほど言われてる。そう。恭平とリボンは結構痩せろと言われているタイプじゃないですか。マジ別だもん。マジで。マジ深海だ。深海。だって汗かいてるもん、こいつもうすでに。熱いな。熱いな。そんな皆さんに大朗報。美容のお仕事が入ってきました。何よ！エッセイのことガチで好きな企業さんがいまして、そこの社長さんと僕を、まあ、ご飯よく行ってて、そしたらリボン君痩せた方がいいんじゃない？みんな思うんだよね。指摘されてこちらからも言われました。あるものを使って1週間企画取ってもらいます。こちら何それ？てってれー。なんだこれ。ハクエイトというね、ハクだけで痩せると言われているレギンスです。また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 そんなある？またまたって感じじゃないですか。もうええって。結構もう実績も出してるみたいで、こちらを1週間履いて本当に痩せるのかと。なるほど。痩せなかった場合この動画はもうボツです。あーそうだよ。もう社長さんに言って、もう使い物になりません。はい、じゃあ乗ってみましょうか。お願いします。やばい！82.3キロ。ここからサイズ上がっていくんですけど、メジャーなかったんだよね、100m。そうですね。僕の使ってるやつや。60。あとお腹ですね。ここですよ、問題はね。90。ベスト90。これめっちゃ入る。これすげえの。一瞬出しますよ。おお、凹ませんな。お前責任取れ。ちゃんとしろ。恥ずかしがるな。これで成果出たらもう全員俺らこれ履きましょう。やべえ、きつ。ああ、でももう本当引き締める。これこれこれ今お腹。うわ。うわ。もっと出た、もっと出た。出せよじゃん。え、でも出せよ。普通でこれ。行かない。行けよ。ちょっと横になってよ。ちょっとはい、もうこれ出しておきます。いきますよ。はい。すごいです。マジ。やれよ、自分でやれ。いけいけいけ、やれ。見て、やばい。おお、やばい。おお、まだこれやばいっすよ。ほら、すごい。すげえ、すげえ、すげえ。もう、ほら、すげえ。もうこれでシュッとするんすよ。すごい。本当だ。まあ1週間しかやんねえから2キロ落ちたらもう優勝。そう、2キロだけなんだ。すごいよ。カレー、ビーフカツカレー。食事制限とかしないんだよ、お前。あれ、ない。それせずに痩せるのかみたいな。そう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 。うまっ。あ、うまっ。しっかり食うんだね、やっぱね。食わないとやっていけないですよ、一日。食わないとやっていけないですよ、一日。レギンス生活3日目。今回や運動していこうということで、はい、もっと痩せていきましょう。あと BC の練習にもなるから。そう、いいよ。黒いのあのスパッツも履いてんじゃん。いや、これね、普通にいいんですよ。おしゃれだし、なんか締め付けがいい感じなの。あーやばい。皆さん、これが1分の現状です。ボード1回につきスパッツ10回です。よいしょ。遅いって。はい、どういうスカットがいい？はい、早いやつ、早いやつ、あ、早いやつ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、いいですね、リボンさん。あ、160はある。あっぷんで。はい、というわけでリボンさんね、ダイエット生活4日目なんですけど、あいつ今部屋の中でぐーたらしてるんですよ。野球やったと思うんですけど、でも野球じゃあんまり痩せないと思うんですよ。なんでちょっと今から走らせていこうと思いますんで、あいつを叩いていきたいと思います。おい、腹くそリボン、リボン、リボン、
お前ダイエット生活4日目だろこれ。おい、あー寒い。おい、お前前回なんか野球だけでお前運動したと思ってんだってめえ。だらしねえ体してんだからってめえ、早くしろ。筋肉痛食べよ。あー、じゃあいいよ。じゃあお前行かないってこの動画あれ視聴者見てるからね。行けばお前ファン増えるよ。いいのそんなんでいいの。行くリボンのレギンス生活5日目でしょ。ああ、あのクソデブリボン口悪いな。寝てる時もちゃんとレギンス履いてサボらずにつけてるかっていうのがちょっと気になると。もし履いてなかったら煮るなり焼くなりやってください。ああ、具体から突き落とすわ。やっちゃうじゃん。やっちゃうね。もうそう、やっちゃう、パチパチやっちゃう。ちゃんと履いているようだな、貴様。いや、履いてるよ、それ痩せりたいから。痩せりたいってなんで。寝たいのに。お前らすごい寝てるの。3日目です。はい、へっこんでる感はちょっとあるあるね。マジで、あ、でもなんかちょっとなんかやすっしないようなするような。まあ、はい、リモンさん到着しました。やっとだよ、やっと。いただきます。うまっ。じゃあ100うまかったら何うまい。いやー楽しそうに乾杯してんだこれ。あー、うまそう。うわー、これうまそうだな。なんでこんなに頬張ってんだろう。みんな笑顔。こんな食卓いいのかね、ほんとに。で、次俺ですよ。ダイエットっていうのは食わなすぎも良くないんですよ。食ってこそ健康的なダイエット、これこそが究極のダイエット。ほら見てこの表情。終了。ストレスなくできました。なるほど。ノンストレス。別にないんですか。ない。あの、多少の運動はもちろんしますけど、はい、よくあるめっちゃ走り込んでとか、そういうのはなかったんですよ。締め付けも大丈夫ですか。締め付けもいける、余裕。これから最後の、体重と長さ。そうですね、ここが大事ですよ。そう、でございます。結局結果だから。あ、もう数字だから。そういうこと、主義なのよ。じゃあまたウエストと、太もも測っていきます。はい、でもお別れです。1週間名残惜しいな。結構これスタイルよく見えるんだよ、本当に。パンツおしゃれだな、お前なんか。見ないでよ、見ないでよ。恥ずかしいから。恥ずかしがると思って。恥ずかしいから。はい、測ります。どっから来てみました。58。よし、マイナス2000。おお、でも結構やる。すごい、やった。出るんだね、1週間で。いや、お腹です、お腹。あ、ウエストどっかから測る。あ、でもさ、でもなんか、いや、なんか違うよ。違うかも。俺、全く今力入れてないから。87って。え、90だって。マイナス30。イエーイ。おお、感動、感動。すげー、感動しかないんですよ。すげー、すごいよ。大丈夫だよ、ね、大事です、問題は。ここよ。83だっけ。82.3 とか。緊張すんな、こんなに体重計乗んの。緊張すんな。お、えガチ。ピッタ2キロ、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 いやー惜しい。マイナス。マジ、ありがとう。何も苦労してないね。1週間で2キロ痩せました。やばい、やりまー、だいぶやばい。すげー、1週間だもん。これ1ヶ月とかやったらね、もっと痩せる。お前になれる。俺にはなれる。それはなれる。夢見すぎや。ある程度普通の生活したもん。うん、別になんか、うわー、週1に運動して。いやー、ありがとうございます。ということで、じゃあまあわしゃがなしね、宣伝しようかなということで。結果出ましたね。結果出たんだから。このレギンスですけれども、ハキュエイトというやつの商品ですけれども、なんと僕たちの動画を見た方、クーポンコード入力しますと 20% オフになる。おお、20%
どうでかいだろ。100円で20円安くなるね。1万円だったら2000円安くなる。おお、この増税した時期あれ、だいぶ強いよ。お前うざいやつ。下の概要欄から、ね、飛べます、はい、飛べるんですけれども、はい、でそこでクーポンコードを打つと、まあ、20% オフ、はい、プラス、まあ、LINE アットやってるみたいなので LINE アットも下から飛べるんですけれども、登録していただくと、はい、食事制限の技とか、うん、健康管理の方法とかすげえいろんな情報が送られてくる。わ、いいじゃないですか。もちろんそちら登録は無料ですので、はい、なんとですね、恋愛の相談とかも受け付けてるみたいな。うわなんだと皆さんぜひハッキューエイト使ってみていかがでしょうか。はい、最後リボンさん、はい、1週間やってみてちょっと皆さんに一言お願いします。はい、こんな僕でもここまで痩せることができました。僕はこれハッキューエイトと共にこれから人生を輝かせたいと思います。あなたの人生もこれで大きく変わります。通販やめろ